こんにちは、Fスターのマリマです。昨日ですね、かなりショッキングなニュースが入ってきまして、アメリカのレコーディングエンジニア、あとはシェラックというねバンドもやっております、スティーブ・アルビニーがですね5月7日に61歳で亡くなってしまったと。ね、本当にそのショックで、僕自身も本当10代の頃から、アルビニの録音した音楽っていうのを好んでね聞いてきたので、もう人生の半分以上をねアルビニの作った音楽にこう侵食されてきた人生でしたので、何か一つ形としてねものを残しておきたいなと思ったのと、90年代以降のオルタナティブロックってこういう音だよねっていうのを形成した人間の一人だと思うので、洋楽についてがっつり話すのは初めてなんですけども、ちょっとやっていこうかなと思ってます。本当にこの人偉大で、ニルバーナのインユーテロは本当に有名な一枚ですし、ピクシーズのねサーファーローサもやっていたり、あと PJ ハービーのこのアルバムもね素晴らしかったし、最近でもねいろいろやっていたし、日本のバンドにもね結構ゆかりがありますので、そういったところもね交えながら話していこうと思います。最初にアルビニの、バンド遍歴みたいなところも話しまして、あとは音の特徴ですね。で、後半にですねこれまで手掛けてきた作品の話をしていこうかなと思っております。多分僕より詳しい人もういくらでもいると思いますんで、そういったところの、なんかコメントいただけたらありがたいですし、何回かね日本にも来てくれてますので、まあ、そういったところでねなんか思い出みたいなところも、コメントに残していただけますと幸いでございます。それじゃあやっていきましょう。それじゃあまずはですね、スティーブ・アルビニの、プロフィールをちょっとご紹介しようと思うんですけども、1962年生まれですね。今年61歳でございました。で、メインの仕事としてはレコーディングエンジニアというところですね。あとはもうずっとバンドもやってましたので、バンドマンでもあるというところ。エンジニアと言いつつも音がかなり特徴的なので、プロデューサーの枠に完全に足は突っ込んでるんですけども、まあ、本人自体がプロデューサーと呼ばれるのを結構嫌っていた。そうですね。でね、アルビニはですね、ビッグブラックというバンドをやってましたね。これもとんでもないバンドでありました。ほんと尖ってるとしか言いようがない、バンドですね。結構ね、アルビニのギターの音がかなり特徴的で、かなりギンギンしてるというか、ジャキジャキしてるんですよね。キンキンした感じの硬い音なんですよね、ギターが。パンクだけども、このニューウェイブというか、ポストパンク的な匂いも感じるというね、ところでありましたね。で、ビッグブラックがあって、その後にレイプマンも結成しますと。はい。レイプマンもね、これもめちゃくちゃかっこいいんですよ。僕は10代の頃にね、専門学校受験しに、新宿の学校に行って、その受験した帰りにディスクユニオンのオルタナティブロックフロアが新宿にあるっていうのを、当時知りまして、受験した後のその足のままオルタナティブロックフロアに行きまして、その日に買ったのがレイプマンの CD でしたね。はい、それすごい覚えてますね。はい、で持って帰ってきて、なんだこれはというね、衝撃を受けたのはめちゃくちゃ覚えてます。はい、最高のバンドですね。で、その後にシェラック、今まで続いてたバンドなんですけども、これもね硬派な、音ですね。硬派な音というか、もうアバンギャルドでもあるし、本当にひりついた音でね、かっこいいですね。スリーピースのバンドになってますね。はい、でスティーブ・アルビニがギターボーカルで、ドラムとベースみたいな編成になってます。でね、シェラックはね、ステージのセット図、これがめちゃくちゃ面白いんですよね。あのドラムがすごい前にいるんですよ。で、真ん中にすごい集まってて、メンバー3人すごく異様で、他のバンドにはないこの圧みたいなものを感じますね。ここはね、アルビニが作っていた音について話していこうと思うんですけど、本当にね唯一無二の、サウンドメイクなんですよね。硬くてめちゃくちゃ冷たい音がするんですよ。なんだけども、独自のねこのリバーブ感、独自っていうか、本当に独特なリバーブ感があるんですよね。深すぎず浅すぎず、イヤホンで聞いてて もう本当にその同じレコーディングしてる部屋と同じ部屋にいるみたいに聞こえるんですよね。これがすごい臨場感っていうところで言うと、本当に一番ある、音を作る人だったなと思います。本当に生々しいですね。で、特にドラムですよね。ドラムの録音は本当にすごいですよね。アルビニ録音好きな人はね大体、ドラムの音が好きだと思うんですけど、他と何が違うかっていうと、マイキングっていうところ、マイクを立てる位置
あと数も普通と全然違うと、めちゃくちゃマイク多いらしいんですよね。でその結構エアーっていうか、その結構遠くにねドラムから離してマイクを立てるっていうことで、この そこで独特なリバーブ感が出るっていうのをかなり研究してねやってたみたいですね。結構ね重心が低くてドスッとしてるんですよ。結構乾いてるような音。あとあれだ、あのアナログレコーディングですね。この人はアナログレコーディングに徹底的にこだわった、方法を取っていたと。デジタルのレコーディング、あのそのパソコンに直接入力するようなレコーディングですね、それは絶対にしないと。まあミックスして編集する時もテープ切ってくっつけてみたいなことを、そのフィルム、昔のフィルム編集みたいなことを徹底的にこだわって、やってた人ですね。はい。でビッグブラックのアルバムのジャケットの裏にもなんかねファックデジタルみたいなことを書いてあったと思うんですけど、はい、そのぐらいねアナログってものにこだわりを持っていた人ですね。冷たい音だけどそういうね体温みたいな熱の伝わり方みたいなものをすごい重要視してた人なんだなと思いましたね。アルビニのね、録音にハマっちゃうと本当にこれしか聞きたくなくなるんですよね。これ本当に不思議。アルビニの仕事選びがなんか毎回的確なんで、バンド自体は知らなくてもアルビニ録音だって聞いたら、あ、聞いてみようかなってなるんですよね。うん、これもアルビニ録音の魔力だなと思うし、あともう一個ねあるあるとしては、全然知らないバンド、何の情報も知らないバンドでも、あ、これなんかアルビニ録音っぽいなって思って調べると、大体アルビニ録音っていうねこと本当に多いですよね。はい、これ本当あるあるだと思います。はい、ここからねアルビニが、実際に録音したアルバムっていうのをちょっとねご紹介というか、おすすめをちょっと話していきたいなと思うんですけど、もう80年代からレコーディングエンジニアと、あとバンドビッグブラックとして活動してましたね。まあ初期はビッグブラックをいろいろやってたりとか、88年にピクシーズのサーファーロサがありますと。はい、これほんと凄まじいんでマジで聞いてほしいですね。ピクシーズ有名なのだとやっぱドリトルが一番有名なのかなと思うんですけど、ピクシーズのアルビニとの相性の良さとんでもないなと思いますね。ターですね、ターもずっとやってたのかな。はい、だいたいターのアルバムの、レコーディングはアルビニだったなと思いますし、あとスリントですね、スリントのツイーズですね。これってかこれ89年なんですね、すごいな。89年であの音出してたのか。スリントは本当ポストロック界隈では本当レジェンド級のアーティストなんでね、まあ本当90年代の音楽好きな人は絶対聴いてほしいなと思うバンドですね。はい、で88年にレイプマンのアルバム、レイプマン結成というところでアルバムが1枚出てますと。で、まあ、90年代入りまして、タットとかね、これもずっとやってたと思いますね。でやっぱジーザスリザードですね。はい、これは超おすすめできますよね。ジーザスリザードどれもいいんですけど、本当に悩みますね、どれがいいか。うわー、ゴートもいいですけど、ダウン、僕はダウン結構好きかなと思います。本当に何でしょう、リフの感じが結構強いタイプのグランジのバンドなんですけども、結構ジャンクさで言うとダントツぐらいの感じかなと思いますね。すごいこの何でしょう、泥臭いんですよね。それがめちゃくちゃかっこいいですね。あとはスーパーチャンクですね。スーパーチャンクもやっております。ここまでねグランジのバンドだったり、このジャンク、ポストハードコアみたいなところも多かったんですけど、スーパーチャンクもやる。スーパーチャンクは結構エモ、もうド直球エモみたいなところかなと思ってて、ポップ目ではあるんですよねスーパーチャンクなんですけど、そこもやったりする。この間口の広さですね、これは面白いです。93年にあのフガジもやってるんですね。イン・オン・ザ・キルテイカーの、デモバージョンですね、これも関わってた。フガジにも関わってたと、これはめちゃくちゃ意外でした。これもね後の、オルタナティブロックシーンに与えた影響でかいなと思うのはドン・キャバレロですね。ポストロックのボイコのサブジャンルとしてマースロックっていうねものがあって、よりこの変拍子だったり超緻密な音の展開、っていうところがあるジャンルであるんですけど、でドン・キャバレロのメンバーが後々バトルズに入って、こうバトルズがねこう活動していくと。ヘルメットとドン・キャバレロをどっちもやってたっていうのを考えると、まあバトルズが一個できる要因にもなってんのかなって思ったりしますよね。でやっぱね93年がすごいですね。はい、PJ ハービーのリディオブミーですね、これもやってたり、これがとんでもないアルバムです。PJ ハービーはあの UK のねアーティストなんですけど、90年代の UK っぽいこのメロディーセンスみたいなところはあるんですけど、アルビニで撮ってるってところでやっぱ US インディーっぽい
音にもなってて、このバランスが超気持ちいいですね。最高ですねこれ。あとやっぱね、僕的には外せないのがニルバーナのインユーテロであります、はい、これはやっぱ好きな人多いですよね、中学生の時にこう洋楽をなんとなく掘り出した頃に王道としてねニルバーナをちょっと聞いてみたいなと思ってたところで、ブックオフに行った時にインユーテロが、置いてあったんで、そこで買ってね持って帰ってきたら、もう何これっていうねなんだこのかっこいい音はっていうね、この衝撃ですね。初めてのニルバーナだし、初めてのアルビニル録音がここだったっていう感じで、でもここでもう全部ひっくり返っちゃったなっていう記憶はありますね、はい、もうこういう音しか好きになれないなっていうのを、もうこのアルバムで全部決まっちゃったなという印象ですね、はい、最高の大名盤、うん、PJ ハービーとニルバーナ、この2枚は本当に外せないと僕は思ってます。93年になるとですね、シェラックも、活動していくという感じですね、ここでね日本のバンドも出てきて、ゼニゲバーですね。ゼニゲバーなんかアルビニと結構仲良かったみたいで、来日した時も、一緒にやってたりとか、インタビューでも結構ゼニゲバの名前が出てくるみたいなですね。あとはゴッドスピードユーブラックエンパイアだったり、あとモグアイですね、その辺の完全なポストロック勢っていうところも、結構やってたりする。まあポストロックだけど強音系のねポストロックの人たちなんで、アルビニにすごく合うのかなと思ったりしますね。あとはジョン・オブ・アークもやってますね。アルビニはねシカゴを拠点で活動してまして、でキンセラですね、ジョン・オブ・アークも、もともと、まあ、ジョン・オブ・アークというか、まあ、もっと言うとキャップン・ジャズというバンドがありまして、でそこからキンセラ・ファミリーっていうね、でもポストロックの数々の名バンドが、ね、たくさん出てくるんですけど、そのキンセラファミリーもシカゴで基本的に活動してたので、ここジョン・オブ・アークでやっと絡むみたいな感じなんですかね。で2000年以降もですね、本当にいろんなバンドをやってまして、やっぱ僕が本当に好きなのはメッツなんですよね。ジーザス・リザードとかマット・ハニーとかね、あとピールとか、そういったところから影響を受けてるかなと。いやこのメッツとアルビニ合うに決まってるじゃんみたいなところがあって、お気に入りのアルバムですね。であとクリブスか、はい、クリブスも UK のバンドなんですけど、兄弟3人でやってるバンドですね。でプラス最近までジョニー・マー、あのスミスのジョニー・マーも一時期加入してたっていう結構謎のバンドなんですけど、これもね結構、まあ、UK インディーっぽさ、この歌心があるで結構ヘナチョコな音っていうか、まあ、ヘタウマ系のバンドなんですけど、でそういったバンドもやってたり、あとは、クラウドナッシングスですね。グランドラッシングスのファーストはねかなり衝撃的でしたね、はい、確かドラムとボーカルが僕と同い年 で当時20歳の時にファーストが出て、でいきなりアルビニ録音なのみたいな感じで結構話題になってたんですけど、フジロックでも見に行きましたし、結構好きなバンドですね。パワーポップみたいなね結構ポップな曲もあったりするんだけど、ヒリヒリした緊張感ある曲もちゃんと入っててね、かっこいいバンドですね。今現行のサブポップのバンドで好きな、ブリーっていうバンドがいるんですけど、ブリーはその結構サブポップらしいというかね、90年代の、サブポップ周りのグランジの音をまたもう一回リバイバルでやり直してるようなバンドなんですけど、ブリーのメンバーもアルビニがやってるエレクトリカルオーディオっていうねスタジオでなんか働いてたらしいですね一時期。そこにどっぷり使っちゃうぐらい90年代オルタナ好きな人なんだなっていう感じ、よりブリーが信頼できるようになったなと思ったりしてますね。アルビニが手掛けた日本のバンドっていうところもね話していこうと思うんですけど、まあ、さっき言ったゼニゲバもあったりとか、結構古めのバンドだとボリス、メルトバナナ、モノとかね、その辺のバンドですね、だノイズ系のバンド、海外でも人気のある日本のバンドを結構やってたりしたという感じですね、まあ、ボリス、メルトバナナと違って、まあ、モノは結構、ポストロックバンドではあると思うんですけど、まあ、ボリスもなんでしょうね、ボリスもどう言っていいのかよくわかんないんですよね僕はい、まあ、かっこいいなと思ってますけど、さっきあったねゴッドスピードユーだったりモグワイ、強音系のポストロックのジャンルに、一緒にされるようなバンドがモノだと思うんですけど、もうすでに相性がいいっていうのはね、出てますんでね、モノもすごく相性がいい、アルビニと相性がいいバンドですね。モノはねストリングス入れたりするんですよね、なんですごいスケール感出るんですよ。そのスケール感めちゃくちゃある音楽もアルビニ結構いいんだなっていう、でここは結構意外なところだったなと思ったりしましたね。当時モノはね何回かアルビニと一緒にやったりしてるんですけど、今年の6月にそのアルビニとやって
った最後のアルバムが出るらしいです。これはね必聴ですね本当に。あとはですねアートスクールも、録音していると。もうちょっと細かく言うとアルビニが持ってるエレクトリカルオーディオで撮ったっていう感じで、アルビニ自体は録音してない。実際はグレッグ・ノーマンがね録音したらしいんですけどね。でこのベイビーアシッドベイビーっていうねアルバムも、リズム隊がこそっと変わってナンバーガールの中堅と、モーサムの藤田さんが入ったということでね、極悪のジャンクバンドになって帰ってきた最初の1枚をアルビニレコーディング、アルビニのスタジオで撮ったってところでね、これも良かったと思う。すごい原点回帰な、1枚というか、本当に音うるさいタイプのねバンドになって帰ってきてね、すごくこれは嬉しかったなと思ってますね当時。あとね54の71もありましたね。これもねすごい、これすごいアルバムですね。いや本当に好きですこれ。本人たちはねスカスカのハードコアつって言ってるんですけど、音の隙間がすごく多いんだけど、そのアルビニーレコーディングをしたことによって生々しさ臨場感ってものがすごく倍増して聞こえるんで、本当ヒリヒリする、スカスカの音、これもぜひ聞いてほしいなと思ってます。あとはやっぱ下山ですね、サイレンスウィルスピーク、あとはこの前タイトル間違えちゃったか、はい、サイレンスウィルスピーク、いやこれも素晴らしいアルバムですね。本当にカオス、下山の良さめちゃくちゃ詰まってる。下山のドキュメント見たらアルビニのギター借りたりしてましたね。アルミのネックなんでこの硬質すげえ硬い音がするっていうね、そういうところがあったりして、めちゃくちゃ最高のアルバム、混沌とした現代に聞くべき一枚のアルバムになってます。はい、素晴らしいです。90年代、まあ、80年代後半から今まで続くオルタナティブロックがここまで深くね、オーバーグラウンドからアンダーグラウンドまで本当に階層がすげえあるし、本当に広い、ジャンル自体もすごく広いですよね。土壌の広さがこう作られて、今でも脈々といろんなバンドが、ね、活動してるっていうのは、アルビニっていうね本当に偉大なエンジニア、そしてバンドマンがいたからなんじゃないかなとすごく思います。本当にこの人が残した、影響っていうのはでかかったなというところでありますね。今回ねざっと話したんで触りきれてないバンドもう本当にいっぱいいるし、あとは当然ねアルビニ録音の音源全部聞いてるわけではないので、おすすめのね1枚ありましたらね、皆さんもコメントで教えていただけますと幸いです。もうすぐ聞きます。はい、そんなところですね。よければ高評価チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた。